ナンバー・アイの EP、ゴートが各社チャートで1位を獲得。平野紫洋と神宮寺雄太は、売れっ子になれるかこんにちは、みんな、カップをこする時間です。現在、ナンバー・アイのメンバーは全員芸能界で大活躍しています。岸優太の、岸興奮が話題となっているが、平野紫耀と神宮寺雄太の新たな発表は、再びファンを興奮させることになるだろう。イヴ・サンローランは3月10日。 アジアアンバサダーにナンバー、愛の平野の仕様を起用した新コンテンツをリリースした。このコンテンツは、平野のが動画で提案し、各種 SNS や公式サイトに投稿された、アラブの春の期間限定ギフトラッピングミラーを紹介するものです。限定パッケージはメタリックなデザインと反射効果が特徴で、春のギフトシーズンにぴったりのアイテムです。ブランドの人気の香りを集めた香水セレクションなど、様々な商品をご用意しております。 神宮寺ゆ太さんはインスタグラムでも注目を集めています。彼はファッションポスト紙にラザールダイヤモンドのアクセサリーを身につけた写真などありのままの写真を投稿した。ファンからは彼の魅力的な用紙についてコメントが殺到した。そして忘れてはいけないのが岸優太さん。最近では飛べの公式 LINE アカウントを通じてユニークなメッセージを送り、ファンを笑わせた。さらにナンバーワンのファーストシングル、ゴートが 彼が所属する愛はビルボードチャートで1位を獲得するなど話題となった。これらの販売数字は驚異的であり、ナンバーアイ、外貨に人気があるかを示しています。一方で、音楽業界や広告業界の人たちのコメントも非常に興味深い。限定品とはいえ、ナンバーの驚異的な販売量に驚きを隠せなかった。また、ナンバーアイの需要が非常に高く、他のアーティストを押しのけていることを改めて認識したとも述べた。 さらに、ゴートはオリコンの週刊デジタルアルバムチャートで1位を獲得し、アップルミュージックの週刊ソングチャートでも注目を集めた。彼らの人気が高まっていることがわかります。さらに、ナンバーアイの新曲、ゴートは複数のチャートでの成功に加え、オリコン週刊デジタルアルバムチャートでも1位を獲得し、今年最高のダウンロード数を記録した。彼らの人気が高まっていることがわかります。 このようにナンバーアイのメンバーは多方面で活躍し、ファンを魅了し続けています。今後の活躍に期待です。最後にファンの皆様に質問です。会員番号アイの活動について気になる情報は何ですか彼らの将来の発展についてどのような予測ができますかコメントセクションであなたの意見をお聞かせください。これからもナンバーアイの活躍を見守っていきたいと思います。どのような新たな企画や活動を展開していくのか 楽しみにしているファンも多いと思います。彼らの成功は忠実なファンと音楽業界にとって祝福となっています。最後にナンバーアイメンバーの活動についてどう思いますか今後の展開にどのような期待や期待を持っていますかあなたの意見を聞きたいです。